私は物質的に恵まれない人や社会から除外されている人のために物乞いをしています。金額よりもあなたの気持ちが重要です。ありがとう。 どうもありがとうございます。お金は募金を必要としている人々に渡します。あなたの持っている小銭で彼らの尊厳を保つことができるんです。申します。 苦しい生活をしている人々、社会の底辺に暮らす人々、私の製品を作ることができます。言い方説明書をお送りします。貧困撲滅に関する団体の方も、ぜひご連絡をお願いします。こんにちは。はい。私は個人の募金活動をしています。 どうもありがとうございます。オープンソースが物質的に恵まれない人に利益を与えられるかどうか。 私は確かめたいのです。あなたも電子機器のゴミ捨て場でタダで拾ったり、リサイクルショップで安く買えるものを使って、私の複製品を作ることができます。それじゃあ行きます。